家さん62歳の時に桜井海岸したんです。桜井海岸なんて言ってたんだけど、62歳なんです。それでそうか、桜ってのはこんな美しいものだと初めて気がついてね。で48年、でこれも岐阜県ネオというこういう大学があるでしょ、中虎に言おう鈴見になった。でそこで広域を思うと、ここで二号位っていう名詞なんやね。ここに中国が行くわね。二号は動詞になってますから、ね、だから中空に匂い、薄摘み桜、中空に匂った方がというですね、匂いにした方がいいやないのと思ったけど、分かんないやつだね。動詞になってます。俳句は極力動詞は避ける、ね、でここで匂おうとすると、薄摘み桜散ると2つ動詞が出てくるでしょ。散るが動詞だからね。だから俳句は動詞が1つなんですよ。中虎に匂い、薄摘み桜公園にパッと入ったら匂いがあったんですよ。桜の匂いがあったってことです。体型なんですよ。だから匂いは自分の感覚なんやね。しかし匂いっていうと、あの薄摘み桜公園全体が匂いなんです、ね、でそこでここに書いてある1234567句作ってみるんだよね。あ、長虎に匂い、それから手に受けて細か薄摘み桜ですけどね。あとこの場合は手に受けて細かっていうよりも、この細かはこの薄桜のこんなに小さいよねって実際書いてみるとね、細かって言ったと薄摘み桜、まあその桜の種類によってはそれはまあ大きい花びらもあるから小さいのもあるから、やはりこの細かっていうそこがこの発見なんでね。そうか、薄摘み桜っていうのは普通の桜と違って花びらがということなんでしょ。そうですね。それから薄摘みに散りてこの世の桜なら、これもこの世の桜ならということによって桜を褒めとるね。この世にこんな美しいものがあるのかって、そういう感じだね。鑑賞できるんだね。だからこの世の桜ならってことね。それから雲にいる光や花盛り爆発に、でここを言うとこれは雲にいる光やってことは上見てますわね。上見てますでしょ。雲にいる光や風が見えますね。だからここではね、それから風が見えて飛んでいくでしょ。だからふっと上を見て足元を見たらってことやね。そしたらそこに花森さんがおられたっていうことなんですよ。だから視点がころっとで変わるわけやね。だからなるほどってことね。だからここで言うと雲にいる光やっていうことで、花森の白髪の白はこれは光にある程度暗示してるわけね。薄摘桜のあの花びらは白い、その白さとここ、それからここの花盛りのその白さ、そういう白髪と、これがここで結びついてるわけ。それから散るを惜しむ薄摘桜はしっくり散る、ね、でこれがもうね、散るを惜しむっていうこの動詞、惜しむっていうこの動詞で切れとるよね。だから普通で言ったらこういうね、惜しむっていうのは下語彙があるんだよね。何々を惜しむと日本語で言うでしょ、だからこれは語順が逆転しとるんです。散るを惜しむ、まず散ることを惜しんどる、で目の前のちょっとするのかな、しきりに知っとるってわけですからね。だから散る散るが2つ入っとる。だから言葉に言うと同じ言葉を2つ入るのはあまり良くないと言われるけど、これは強調してるんやないからね。
散るを欲しい、涼みだから敷き散る、だから散る散るで、散るで始まって散るで終わってるんですね。だからさっき今言いましたように、俳句は同じ言葉が入ることはそのままないんです。なぜかったら17文字しかないもんだから、言葉を省略しなかったね。17文字に詰めるためです。強調してるね、こういうふうに強調してるから、なるほどなっていうね、こういう句もうまいなと思うね。それから木々歩く桜の中に関わらず、この悲劇というのは、ひっくり返るということですね。だから、皆さん、最初に聞いてもらうと、この悲劇、アルコールの悲劇というのを聞いてみると、ね、これはまあ、最時期、そういうわけはもう、最時期で確認してもらえばいい、ね。そのために最時期というのは、絶対にこれはいつも持ってあるから、最時期。ね、最時期というのは、まず、当然やけど、金を仕事ですね。金を仕事は一番ですね。なら、ダウンレンでもいいよ。飲もうか。そうなんでしょ。ああ、そうか。しかし、これは、暑いな、なら、ところてんでも食べようか。ところてんでも食べようか。ああ、これも、これでも季語やな、山根もそうやな、ね、まあこういうことだね。それからあと、もちろんアイスクリーム、アイスクリームやとか、まあいろんなソーダ水とか、まあこういう季語出てくるわけね。ほんとこういうのを合わせて評価とも言うわけね。これは最適面の評価になる。ただし個別でもこういうわけね。ところてん、ラムネ、これが季語なんですね。今それから三木の子が苔の緑も落下して、これまでやね、まあ、磯吹桜今あえて囲ってしまったから、なかなか三木の空まで入る見ることはできないんだけど、48年ぐらいというとまだあえて囲ってないんじゃないかな、まあ、今あれ高校のためにアウトになるんだけど、ああいうようなことなんですね。だからそういうことなんで、この男の幹のほら苔の緑の落下をね、まあ、こういうことなんで、ああそうしたらそういう苔が生えるって、そこへ落下が桜が薄の中のそれが散ってるかってことなんでしょ、まあ、そういうことになるね。祈り桜で、イモミ桜というあれは、この話を聞くと、これが咲いた頃にイモを見る、あの上をイモを植えるんやと。あら、花が咲いたら、あ心にこのイモの苗を植える。こういう話らしいですよね。で、このね、植物が気候を表すときがあるんです。植物がこうやって芋を植えるんですよね。でそういうのをね、農暦って、アルプスに馬のね、あれが例えば床ができるでしょ、これをすると、まあ、食べる準備をすると、あの笠ヶ岳に笠ヶ岳に駒形が出てきたと、要するに馬やね、馬があってね、で、あったらこんなら馬がキンキンと馬を耳立てようかだって出てくる新聞に見とると確かに増加になるからね。で、これは雪形なんですよ。だから雪が溶けて、で、これは駒形になる。で、こういうのが要するに雪形なんよね。だから雪形で農業になってる、こういう雪形で。例えば安曇野へ行くと、あの常念岳に、なんか、あの常念っていうお坊さんの姿が浮かんでくるんでしょ。ナンバー3へ入りますと、またここに、
昭和52年のところに、ここにネオと書いて、このドーム、いわゆる、9個発表してみるんだよね、大野林香先生。9個。で、ネオ、重々の、飛行部に桜見てるな。大会の花森ヤンディだけ。で、ここに花森あるんだよ、ほらね。花森がある。で、これは先ほどの、2番の方で行くと2番にあって雲にいる機械や花盛り箱発にっていうこの花盛りだね。だから48年で52年ですから4年経ってるね。4年経ってる時にこの花盛りさんは病んだ、病んでる、ね、ということで言ってるんです。再会の花盛り病んでいたりけど、要するに花盛りさんはおそらくこの薄の実桜を、まあ、保存されてるっていう以上にこの林香さんにいろいろと花の話をされてるとかね。でそういうことから非常にこれまあだからこういうふうにして、まあ、友人みたいなもんだったってことなんですよね。友人みたいなことじゃないかなってことねと思います。だから再会の花盛り病んでいたりけり、まあそういうことですね。これはだから先ほど言いました48年のそこの雲にいる光や花盛り白髪に、まあ、この白髪にでだいぶ年取られたなってことは分かるけど、それにしてもここでいよいよ本当に病んでいたりけり、まあこういうね、要するに俳句による交わりができるってことね。で俳句の良さってのは、俳句の良さはいろいろあります。俳句はいろんなことがあるね。もちろん、まあ、詩情を高めることができるわね。俳句ってことをやっとると、俳句の喜びを作る喜びって言ったらあれやけど、俳句を読む楽しみっていうのはあるからな。こういうふうに一つはやっぱり季節ですね。季節を知ることなんです。季節を知ることなんです。だから季節の内容を知ることですね。ということなんですね。それからここに書いてある、まあ、ちょっと弱だったように余韻がありますから、余韻これによって旅先の文化っていう旅先の風土を知るため風土を知るためね。例えば林香さんは岐阜へ旅されることによって、あえてもう桜を咲いとると季節を桜の季節になったぞってことで、もう自分的に言うともう4月が近づいたぞってことで言ってるわけね。あらちょっと岐阜へ行かないかんな、その季節の内容、まあ、ここで言うと林香さんの場合は今例えば岐阜駅だというのはこの桜だからね、あれもうそろそろ桜のあの桜が咲くぞっていう、あの桜が咲かないね、あの桜が咲くぞっていうことね。ね、これは今ね、旅行旅先の風土ですね、風土これを知るね。もちろんまあ風土の中にはいろんな、さっきあったような匂い、その地の匂いを知るってことだよね。匂いを分かるよ。例えば食べ物、どういうものがあるぞとか、食べ物ね、そういう匂い食べ物、それからまあ祭事とかね、祭祀、
何が行われているのか。例えば今なんて芋見桜鑑賞会があるぞってそういうね祭事が、だから旅先の祭事、もちろん自分の町の祭事は私知っとらなさいよしっかりね自分の町の祭事をしたら、だから祭事がある、祭事を知ることがあります、ね、で祭事、まあ、これは後でまた太鼓の中でいろんなことが出てくるようになったこの祭事ですね。それからこうやって旅によって友を生むため友を生むためね。これが大事ね、友を生むため。だから今ここで言うと花森さんと林家さんは花森さんが友だった、岐阜へ来ると花森さん、ね、桜森です、桜森さんの友を呼ぶとか、だから友を桜森、ね、まあこういうことです。例えばこうして私が皆さんと会えるのも、俺も最高やってるから初めて分かるわけだから、友を呼ぶだけ、なあち人の輪が広がるわけね、人の輪が広がっていく。だからこういうね、友を、だから人の輪が広がっていく。だから俳句を読む楽しみって言ったらこの季節を知る、ね、もちろんこの俳句文芸っていうこういうね本質、俳句文芸の本質なんですかってどうも分からへんから、こんなのね、もちろん俳句の基本を知るって言えばこれはまあ当たり前のことも分からんけど、俳句の基本を知るっていうことになるかも分からんけど、あ、これは皆さんも俳句やから多いから、例えば17文字じゃないよ、本当ね、17音なんです。17文字。17音。17文字っていうこと、17文字、1575と言うんだけども、これはもう文字にしまうと難しくなるんですよ。だから17音だよね、音なんね、57これね。でこういうこと、例えばこれからもう一つは57文字、これから季語が入る、これから綺麗が入る、まあこれは綺麗を入れるからね、入れるって言うね、例えば古い部屋変わって取り込む、でこれが綺麗なんですね、古い部屋でこれが綺麗なんですね、古い部屋、ここで綺麗と